皆さんこんにちは、ジュゴンです。ということで今回もウィニングレブ2021の動画を撮っていきたいと思います。はい、ということで本日6月24日はデータパック 7.0 の配信日なんですけど、そこでアイコニックが追加されるということなので、今回も見ていきたいと思います。今回能力全く出ませんので、気になる方はアプリで、もしくは別のサイトなんかでね、能力なんかは見ることできると思うので、気になる方はそちらを見てください。この動画では一切出てきません。どういう選手が追加されたのかだけ見ていきたいと思います。ということでやっていきましょう。今回のデータパックで追加になるアイコニックなんですけど、一部ね、前回追加された分もあるので、そちらを消すと、こんな感じですかね。上から順番に見ていきましょう。まずカカ来るんですよね。ミランのカカ、ユニフォーム的にはミランですよね。はい。カカ登場します。いつ来るか分かりませんが、今後登場するか、来作なるか分かりませんが来ます。そしてバルセロナ、メッシですね。メッシは何人目だ、4人ぐらいかな、4人目ですかね、登場するということになって、5分の4がね、登場するみたいですね。そしてその次がラッシュフォードということで、ラッシュフォードも3人目ですかね。それからイニエスタはヴィッセル神戸版ということで、まさかの J リーグアイコニック。そしてその横はレスターの岡崎選手、今アプリで清水エスパルス時代出てますけど、レスター版出ますね。それからその横はチャナティップですかね。札幌だと思います。ユニフォームが若干見にくいですが札幌だと思います。こちらも J リーグアイコニック。そしてその横が香川選手のマンチェスターユナイテッド版のアイコニックということで、ついに来ましたね。結構期待待望の絵って感じですよね。セレッソ時代のものはアプリで出てますが、これは PS4 にも出てきそうです。それから中村俊輔選手、セルティック時代のアイコニック2人目ですかね。2パターン目も出るみたいです。そして一番下の段は三浦和義選手、ヴェルディ川崎時代ですかね。はい、こちらも登場します。そしてマラドーナ、バルセロナ版のアイコニック、2020の時に無料配布がありましたが、2人目のアイコニックとして登場ですかね。はい、そして最後がロナウドということで、ロナウドももう4人目ぐらいだと思うんですけど、この髪型は結構最近ですかね、2020-2021シーズンぐらいですかね。ということでロナウドも4人目の登場です。はい、ということで今回追加になったのがこちらの11名というところです。はい、すでに三浦知良選手の新しいガチャが今日来るみたいなので、おそらくこのヴェルディ川崎版が今日来るんじゃないかなってところですかね。はい、他のアイコニックも順番に登場したり、来作に持ち越される可能性もありますが、その辺もチェックしてみてください。はい、ということで、それぞれね、アプリだったりサイトで、能力なんかは確認してみてください。チャンネル登録まだの方は、よければチャンネル登録高評価よろしくお願いします。ということで今回の動画ここまでです。ご視聴ありがとうございました。